ごい、毎回てっちゃん立ててくれる、ありがとうございます。3回目のパート新刊右上が最高。最後間違えましたもんね。すごい見逃さなかったですね。ダンスと食パンのイメージしかない。ありがとうございます。ありがとうわ。今後も食パン持ち歩こう。いや今日のね食パンはたまたまね明日の朝ごはんに買おうと思って行くときに集合前に買ってたんですよ。それをたまたま出しました。他に面白いものなかったですしね。ダンス良かったよって。恥ずかしいわ、あれ絶対握手会のあの動画撮影で言わないでくださいね。そのイヤリング最近つけてるよね。そう、ずっとつけてます。なぜ買ってくる、なんでだろうね。帰りに買って帰ればよかったのに、なんかその頭がなかった。モノボケ笑った。本当ですか。ね、モノボケしげちゃんとね同じでしたね。充電がもう 20% しかない。チーナは自主力高い。ありがとうございます。フリですかね。フリじゃないです。今お仕事終わって見に来た。あーお疲れ様です。はちゃめちゃダンス良かったよ。今の前髪の長さ、やった。そうです、そうです。まさかしげちゃんと被るとはですね、びっくりしました。明日から3日間公演よね。私も3日連続行くけん。そうなの。そう、明日から3日間連続で公演なんですよね。品がえぐい。むらしげチルだね。あれめっちゃ面白かった。本当ですか。あっ、ね、こっちの配信でも高幸さんが立ててくださったんですけど。やばいやばい、高幸さんありがとうございます。高幸さんさっきの配信でも3本立ててくれたんですよ。じゃあ今日でも4本ですね。ありがとうございます。すごい嬉しい。てっちゃんもクマがいっぱい、ありがとう。高幸さんすごいな、すごいすごいな。本当みんな見てましたよね、高幸さんの3本連続タワーすごいな。てっちゃんもありがとうございます。高幸さんもすごいな。さっき言われてましたね、なおちゃんに給料日やって。給料日ですか。今日の服どこのどこだったっけ。結構ね前に買ったやつなんですけど、セシルマクビーですかね。下は普通の安いところです。じいちゃん、じいちゃんさん、どうもありがとうございます。今日よかよか見れなかった。あ、そうなんだ。じゃあ明日もあるからね、見てくださいね。明日はアマネとメルです。チーナとチーム違うけど、普段1月11日決まったかな。まだです、決まってないですね。曲食パン強かったね。食パン良かった、買ってきて。逆に本当にどんな話しかしてないから、何話してるか全然わからない、覚えてない。逆に給料前で金欠。チーナの新たな一面がいいですね。よかよかはね、なお見習って。でも食パン本当に今最近毎朝食べてるんですよ。お昼も代わりに食べたりしてますよ。今日給料日だからタワー立てちゃったんです。 TDC に行けないので。あ、そうなんだ。高幸さん今度誰と出かけたいとかある。ありがとうございます、その代わりにね。やった。なんかルカヨカってやっぱ意外な組み合わせ。リカワは何がいい？あ、リカワはシューのあのパッションフルーツもあのランクインしたら歌えるそうなので、パッションフルーツも初シューで歌いたいですね。あとは私は大鉄インテールがいいかな。晩飯食パンにしたよ。本当です。すごいな。
前髪流したら大人っぽい、ありがとうございます。今日チケット応募した。お、ぜひぜひコンサート来てください。最後の出てほしい。ずっと肝心だと思ってました。大事なんですよ。レンちゃん、昨日流行語大賞にそうだねが決まりましたよ。そうだね、そうだね。リカオの件了解しました。お願いします。ジーナ最高だよ。私はインドネシアからのファンです。ありがとうございます。そうだねじゃなくて、そうだね、そうだね。体調良くなった、良くなりました。端っこで座ってやってます。端っこジーナ、そう、端っこ。気持ちきつくない、そうなんです、手持ちだからね。もう充電が残り少ないんで、この辺で終了したいと思います。見てくれてありがとうございました。タワーもね、ありがとうございます。ほんとこんな短い時間で嬉しい。ほんと終わると、終わります、そろそろ。じゃあちょっと巻いてたのにさ、ほら、ありがとうございました。バイバーイ。